桃の絵描いてんじゃないよ。何でそれ描いてんの、その。これは桃じゃないですか。桃でしょ、それ。違います。何よ。女の尻でくだらないんだよ。じゃあ、女の尻描くなよ。それはごめん。放送中に。それはごめん。やってんのよ。すいません。CM 中ずっと描いてたんです。いや、そんなんいいんですよ。うん、この間ね、体育会 TV ってあるじゃないですか。はいはいはい、はい。TBS の。あれで、久しぶりに潜水やったのよ。はいはいはい。潜水対決みたいな。だからさっき沈んだんだけど、ね。いや違う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 。今はやってないから。うん、うん。やったんですよ。うん。ね。で、いろいろ2006年から9歳までさ、うん、潜水やってた頃、うん、2006年がでも6年ぶりぐらいに、うん、やったんですけど。あ、そんなにやってなかったっけ？やって、だからその、ちょいちょいね、うん、その潜水を教えるとか、試しにやってみるぐらいあったけど、もうがっちりその試合の、うん、いわゆる上がってさ、はい、アイモッケーってやってさ、うん、審判の人がスプールサイドから見てて、うん、こう、白を上げるみたいな、うんうんうん、もうがっちりその試合のやつやったのが、もう6年ぶりぐらいでさ、うんうんうん、で練習とかもちょっとやってたんですけど、うんうん、プール通って、うん、いろいろ思い出して当時の、うんこととかをさ、うんうん、練習したプールがね、うん、前やってた時と同じ、キュー様の時と同じプールでさ、うんうん、最初にキュー様のオーディションやったのがそのプールだったのよ、うん。だから2006年当時さ、何にももちろん出れてないじゃないですか。うん、で、潜水のオーディションがあるって言ってさ、うんうん、でついにこのね、まあお笑いではないですけど、うん、ネタとかじゃないですけど、そのチャンス来たと思ってね、うんうん、行ってそのプールで70メートルぐらいバコンと泳いでさ、うん、で、メンバーになるみたいな、うんうん、思い出して。ただそのね、やっぱり違うんですよね、今もう状況が。はいはいはい。同じプールで練習したんだけども、うん、その当時はね、うん、全然その人も集まらなかったんだけど、うんうん、その春日が練習してみたいな感じで、テレビのなんとかだみたいなので、うん、ちびっ子が見せたりとかさ、うんうんうん、あとその練習終わった後にね、うん、家までそのタクシーを出してもらったりとかさ、はいはいはい、いろいろ違う。扱いが違うと。扱いが違うなって。坂本一生さんと書いてたもんね。そうでしょ、その坂本一生さんの話もさ、うん、その小声トークで。ちょいちょいしてたじゃないですか。してた。坂本さんと一緒でさ、うんうん、今度ね、徳田君、うん、あの、寿司食いに行こうよ、うん、誘われて、そのジェスチャーが蕎麦食うジェスチャーだったりだとか、うん、今度ハンバーガー食いに行こうよって言って蕎麦食うジェスチャーだったね。だとあいつなんだよ、みたいな。今度マクドナルド行こうよって言って蕎麦食うジェスチャー。蕎麦食うジェスチャーとか。で、プール貸し切りで練習しますよって。うん言ってみんな集まってるのに、うん、2時間プールサイドで電話して帰ってたとかね、うん、したまま練習しない、うん、いろいろ話とかしたりとかさ、うん、あとまあ Q 様その1回目ですよ、うん、こうまあねほんまガオ90ちょいぐらい泳いだんですけど、うん、その時にねロバートさんが、うん、まあその背負ってた企画だった最初、うんうん、でなんかモニターっていうかそのプールサイドでね、うん、いろいろこう言ってたりするんだけど、うんうん、その時に私も初見ですから、うんうんもう出てさ、うん、で、オードリーの春日だっつって、うん、なんだこいつと。誰だと。誰だっつって、うん、兵隊みたいだなっつって。うんうん。坊主だったからね。そうそうそう、うん。で、そっからなんかしないけど、その兵隊キャラになったりとかね。うんうん、それで兵隊キャラって言われたからさ、うん、その2回目からこうみんなでね、うん、アメ横行ってさ、うん、上野のなんかそのアーミーショップでさ、うん、迷彩の T シャツ買ったりとかさ、うんうん、へぇー。迷彩のその水着買ったりとかね。へぇー。あ、迷彩の入ってたね、それは。あれ、うん、兵隊キャラだって言われてたから。あ、そういうことなんだ。春日何者だみたいな。はい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 。うん、言ってさ、うん、で上がった後になんか敬礼とかしたからね、うんうん、やってたね。なんかやっぱキャラがないとね、キャラが誰がか分かんないからね。そうそう、そんなんとかすごい思い出したりとかさ、うん、して、Q さんも1回目ですよ、うん、うちのね、うん、母親に、うんまあ、出るよって、うんまあ、言うじゃないですか、うんで、言ったらさ、うん、その母親が近所中にこう、息子はテレビ出るみたいな、うんうん、言ってさ、うん、結構家の近所のね、うん、遅くまでやってる商店が、うん、商店街が、Q さんの7時になったらみんなこう閉まってるっていうね、うん、私のその番組見るために。あ、そうなの？っていう、ちょっとなんか、うん、それは初めて聞いたの。あ、そう、うん。それぐらいなんかちょっと、まあすごいことだよね。若干盛り上がってさ。うんで、まあ、サインくれみたいな。もちろん、その、Q さん名が出てない状況ですよ。うん、サインくれとか言われてね。うん、親に。で、サイン書いてさ。うん、何者か分かんないじゃん、オードリーに春日で。今と変わらないサインだけど。うん、で、その上のところに、潜水って書いてさ。うんうん。あ、潜水。
何の人かのね。何の人が分かんないからさ。懐かしいね。潜水って書いてある。若林さんも応援しに来たことあったでしょ。あったあった。一回ね。普通にお前が沈んでった時ね。うん。うん、そうよ。そうで、なんか、あれさ、後輩とかとさ、ネジとかと。ビッグスモールンとさ、ビッグスモールン来てたよ。そうそうそう。うん、だって、ビッグスモールンとか、俺と春日で4人で、なんか電車で帰って、千葉とかから、うん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 、みんなで電車で行ったの。うんうんうん、で、うん4人で、こう、席を回して座ってて、うん、隣の人がビッグスモールンさんですよね。うん、エンタで言ってたから気づいて、で、春日のことも、あ、潜水出てる人ですよねってなって、うん、で、俺だけ気づかれなくて、ビッグスモールンに超いじられたの、ね。若さんだけ何も出てないですね。そうだ、そうだ。うんでね、うん、そのオンエアを見たらさ、うん、ね、うん、その、春日の応援の若林さんの下のテロップがさ、うん、春日を応援しに来た後輩の皆さんっていうのがね、うん、そうそう出てたりとか。だって、ロケバスの座り位置が、うん、オードリー、春日の知り合いみたいなんだよ。うん、いや、そうよ。知人みたいに書いてあった。知人みたいな、そう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 。うんそんなんとかいろいろ思い出してさ、うん、でね、うん、まあまあその本番やったんだけどさ、うん、やっぱりなんて、まあ、記録何メートル出たかちょっと言えないですけど、うん、やっぱりあの頃の感じとやっぱ違うの泳いでて、あーそのあと一歩みたいなさ、うん、ところが、うん、ちょっとモチベーション的にさ、うん昔はそのテレビに絶対出る。長く映りたいみたいな、ね。長く映りたい。もう絶対その距離を出さないといけない要因みたいなさ。うん、ああ、そうかそうか。だそうだよね。それで選ばれる。そう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 。話題枠じゃないからね、芸能人。話題枠じゃないから。そうね、うん。だからもう、別にね、うん、スタッフさんからプレッシャーかけられてたわけじゃないけど、うん、その当時も。うん。春日も頼むね、みたいな。それはまああるでしょう。感じ。だからもうこっちはそれ以上の感じで受けてさ。うん。んで、後半の方はやっぱりバンバン失神するっていうね。ああ、失神してたね。失神してましたでしょ。うん。ああいう感じはちょっとね、うん、もう今は。いやー、すごいよね。難しいなっていうね。うん。うん、思ったりとかしつつ、うん、やりましてね。うん。うん、まあその模様が、今月の終わりか。うん。もしくは、10月ぐらい。10月ぐらいに。オンエアされると思うんですけど。うん、だから、なんつうの初心を思い出したらないですけどね。自分のね。うん。竜様、はい。はい。だから今後もしかしたら、また K1 みたいなとか、うん。うん。来るかもしれない。K1 みたいな昔だと潜水からその K1 の流れがあったから、はい、はいはいはい。また同じようなね、流れが来るかもしれない。うん、いや、でもこの間やってたじゃないですか。うん、体育会 TV で、キックボクシング。ああ。やったじゃないですか。まあやりましたね。という話。あれこれは二人とも裁判今週つまんないっすね、オードリー。オードリーのオールナイトニッポン。